はい、お待たせしました。陣内です。 F1 2013、続きプレイしていきます。何の問題もなく次のセッションに進めるはずだ。あまり無理をするなよ。予選ですね。予選だよね。はい、なんか12位ってなってるね。わかんないけど、サーキット行こう。タックラップだ、最初からな。何位以内を目指す。16位以内か。16位以内だったらいけんじゃねえか。よし、リアレスオン。大丈夫かな今日。あ、おい、ちょっと待って、ごめん。今ね、タイヤの挙動を確認しようと思ったら予想以上に滑ったパティーナ。はいはいはい、視点変えちゃったから違えて。えタイヤ大丈夫かな。前回の終わりでちょっと僕が不安を漏らしていたと思うんですけど、右手にね、曲がるときになんかタイヤがロックしてるのか、あるいはコントローラーの調子が非常に悪いのか、うまーく曲がれなくて、おっとごめんね。ちょっとすごく焦ったんですけど、とりあえず今のところは大丈夫そうだ。あれ？いや、ロックするな。ロックするのか。え、どうしよう。今は大丈夫。あれ、なんかおかしいぞ。あうし。かなりコーナーカット気味だったと思うけど。あ、え、今の分かったっすかね。右に行こうとすると、くんってなる。これどうしよう、対象を知らないぞ。やばい、人が多い。ちょっとレコードラインを外し気味で行きたいんだけど、ごめんね。あれ、しまった。どうしよう、右に曲がれない。曲がれるんだけど、右に曲がろうとするときだけ変なんだ。え、これ怖いな、どうしよう、本当に。左は何の不安もなく曲がれる。右だけやばいな。順位を落とした。現在4位だ。びっくりした。気のせいなのかな、俺のコントローラー操作が変なことになってるだけで、別に問題ないのか、それともコントローラーが単純に調子悪くなってるのか、本当に挙動がおかしいのか、どっかぶっ壊れてるとかね、マシンが。それちょっと何か出てくれないと困るんだ。あ、よそ見してた。F1 は奥が深いぞ。とりあえずそう言っとこうみたいなやつ。順位が7位。さすがに予選だからな、練習ドライブの時よりも混雑しているコースが。アウチ。ここは全開で曲がる。あー、ブレーキ持ち早くていいのかな、それとも中央沿いからもうブレーキいっちゃっていいのかな。あの最終コーナー、最終ではないか、あのコーナーね、未だに無理だね。あ、DRS 忘れた。はい、46秒ね、まあ、ほぼ47秒だな、ラストスイング。
戻ってきてるぞ。分かってるって。今の一周走った感じだと意外と走れそうだぞ。何なんだろうな、あの右側がロックする問題。誰か心当たりある人がいたらコメントで助けてくれると嬉しいですね。アウチ。滑らかなハンドリングを心がける俺。オッケー。ああ、焦った。ブレーキ。よーし。軽くアクセル抜いた方が安定する。ああ、ちょっともうちょっと早く行きやがった。え？え？今の見た？あれ、オーバースピードとかドアンダーとかじゃなくて、ハンドルが全然右に切れなかったと思うんだけど。なんだろうな、この気持ち悪さ。単純にオーバースピードしてるだけなのかな。それだったら別にいいんだけど、ジェイソンの問題だと。燃料が足りない、次のツーラップでピットに戻ってこい。了解した。ちょっとこの周をアタックさせてくれ。ちょっと今のはオーバースピードだね。でも右コーナーでしか今のところあの気持ち悪いあれ出てることがないんだよね。それはちょっと不思議なんだけど。でもオーバースピードだっていう時はさ、明らかにオーバースピードであることが自分でも分かるんだよね。ちょっと強引だったね。これはねオーバースピード。マジピットストップしろってか。割とまともに走れてるのに 0.5 秒削ってるよ。マジ俺より速いじゃん。どっちみち次の周回でアタックしても多分燃料がアウチ、燃料がアウトだから一人しよう。ピック、いやレソン、ピットインの練習もしないといけないな。ほんとここのコースでピットインの場所が分かりにくい。こうやってコーナーでイン寄りに攻めるけど、イン寄りに攻めてるとこれ見分かんないんだよね。これほんと不親切だと思う。やばいな、47秒台今とこベストが。あーでも今1ベってる44秒台だった。ドライブで1時間走った結果43秒がベストだったかな。43秒台がちょっと予選の20分以内出すと難しいかも。なんかもう気持ち時間空けているから緊張するぜ。タイヤどうなってる。まあいいだろう。え、今これ使ってんだね。コースがクリアになった、そろそろ行こう。 OK。 いやー難しいぞ。おい嘘だろ、それはねえよ。そいつは熱を通したタイヤだ。適温になったら少し早めにプッシュできるだろう。了解した。これね、あ、戻せるかな。無理だな。あのフロントの
あれが壊れるとすもう全然まともに走れなくなるんですよ。だから正面で激突することは絶対に避けなくてはならないんですけど、いきなりさ結構正面にぶつかってくるからさ、あれはねえよ、あのリスはねえよ。あ、お前そのコーナー遅いよ。前に出てくるし、あの第2コーナーはアクセルを抜くだけでいけるんですよ。ちょっと調子つけてこう、調子狂ってる今俺、主にハンドリング周りで冷静に。ちょっと走ってきたんですよ、リアルに。実はこれを撮影してる段階で iPhone6 が発表されたんですけど、これを投稿してるのがいつかわかんないんですけど、これを撮影してる段階でもう iPhone6 発売からちょっと1日2日経って、でガーナチョコ、多分僕記事書いてると思うんですけど、自分のブログか簡略で書いてるかわかんないですけど、記事書いてると思うんですけど、まあ、書いてないかもしれないけど、まあ、要するにガーナチョコの箱、あの赤とか黒とか出てるあれ、あれのサイズが iPhone6 の iPhone6 プラスのでっかい方ですね、 5.5 インチの方とサイズがほぼ合ってると、ほぼ同じであるという情報を入手しまして、閉店ギリギリだったんで、スーパーが、僕の近所のスーパーが、猛ダッシュで買ってきてガーナチョコ。あ、シュッシュしろ俺。それでちょっとね疲れてます、今夜中撮ってるんでね。あれ今のコーナーそんな遅く曲がるコーナーあったっけ、やばい集中しろ俺。よし、ここは一回全開にして大丈夫、一回全開にして、アクセル緩めて曲がる、さっきのコーナーね、2連続の右コーナー、あと1周ぐらいか、2周できるか、この予選タイムやばいぞ、集中しろ、ここはもう開き直って早めにブレーキ踏んで早めに曲がってしまう、で早めに立ち上がるっていう割り切りが僕の中では最適性かな、あのギリギリまでブレーキ待ってコントロールできる自信が全然ないので、あそこはアンパイを切るイメージ、ミスしないように、コースアウトをしないようにアンパイを切るイメージですね。セクター1は速いタイムだが、セクター2でかなりのタイムロスがある。了解した、俺がガーナチョコを打って集中力を切らしてたゾーンだね。邪魔な位置にいるぞお前。あ、今のはねアクセルを完全にミスった。オッケー、なんとかやりきった。今のオーバーテイクはすごく良かったんじゃないかな。あー滑る、ダメだ、遅れてる、ひどいな、あーひどいな、集中しろ俺、
あ、ダメだ。外側にあるでブレーキ踏もうとすると俺絶対コースアウトしちゃう。あ、3分、あと1周が限界だ。ギアレスオン。今予選突破確実。この後の予選に不安が残るね。もっと速くなってくるだろうから敵は。ペッテル。ああ、ここ強引になっちゃうな。なりがち。オッケー、ちょっと微妙だったけど、ヒットストップなんかしねえよ。あと一周だぞ。ここ気持ちアクセル見た方がなってくる。早めにブレーキ踏んじゃっても曲がっちゃってアクセルを踏む。ちょっと強引、タイヤ的にはかなり負担かけた走りをしてしまった。でもう速いスピードで曲がっちゃって、ちょっとね、あそこタイムロスしてると思うんだけど、ちょっとじゃないかもしれないけど、はいはいはい、あ、でも1には出てた。43秒台出せなかったな。サスペストラップが出た。いいぞ。ありがとう。いやー、難しい F1。 完璧に走れるラップなんてまずないね。難しさ分かっていてもできない、このジレンマ、人生そのものだぜ。よし、セッション終了した。ガスケツさん、減速するからオーバーテイクしていくマシンに注意しろ。了解した。進路を塞ぐな。まあピットインするから。ここやばいな、ここ鬼門だわ。ああ、もうダメだ、ガス欠だ。どうぞ行ってください、どうぞ行ってください。邪魔しないんでピットインしたいだけです。ここなんでね、このセッション3を集中的に本当は練習したいんだけど、いけるか。あ、ちょっと後ろから来てるから、ちょっと行ってください。ガスケツだ、後ろから来る街に気をつけろ。了解。このピットイン分かりにくいんだよね。だからお見事、次のセッションへ進出だ。イエーイ、予選は1位で通過しました。1日目ね、1分44秒、2の、ベッテルとは、0.6 秒ぐらい。厳しい試合だ。多分次の日もっとで、上げてくると思うので、でまた次もまた上げてきて、かなり厳しい感じになってくるんじゃないかなと思います。一回ここでね切ります。次回予選またやっていくので
見てください。お願いします。次回をお楽しみに。